はい、今日もランドノーティカで目的地を決めてお散歩中です。とりあえず今日のね、日運数日付で計算した数字がなんだっけ、2024年の4月2日だから、一応計算してみましょうか。24足す4で28でしょ。で、だから30か。だから2と3を足して5。早い計算。算数ちゃんとできる。今日の日運数は5です。5という数字をイメージしながら、ワンオラクルでタロットカード1枚を送ったところ、剣のページ。剣のページというカードが出ました。それですでにね、今日1回、目的地を決めて移動したんだけどね、今日は2回目です。まあ、同じ、ね、カードをイメージしながら、まあ、2回目の、ね、目的地に向かっているところです。まあ、目的地は何があるかどうかとかそんなことはどうでもよくて、4月に入って、まあ、いろいろちょっと考えてることがあるというか、やることがあるというか、まず一つは、まあ、なんていうか、やることやらないことっていうと、やらないことになっちゃうんだけど、ウェブチャットのね、縦書きチャット、アポロのお部屋というところでやってた縦書きチャットのね、無料占いを終了しました。これは16年間やってきた無料占いだけどね。で、まあ、それを終了した代わりというか入れ替わりで、TikTok でのね、無料占いをちょっと強化していこうかななんて、ね、まあ、そんなことを少し考えてるんだけど、まあ、その TikTok で、今までなぜかね、ビジネスアカウントになってたんだけど、私もよくわかんないうちにね、なんだか知らないけど、ビジネスアカウントになってたんだよね。自分でやったつもりはあんまなかったんだけど。まあ、そのおかげで自分のプロフィールにホームページの URL とかを記載できたんだけど、なぜかついさっき通知が来て、ビジネスアカウントが無効になりましたって。どうやら体験版だったらしくて、なんか期間限定の体験でビジネスアカウントが利用できたみたいだね。知らなくて使ってたんだけど。なんでかなって感じでね。いつの間にやらっていう。そんでまあ、無効になったので、URL とか記載できなくなったんだよね。うん。だまあ、外部サイトへの誘導っていう意味では、SNS はね、掲載できるんだよね。Instagram と YouTube と X は、この3つだけは、掲載できるから、まあ、そこから、まあ、外部サイトというか私のホームページとかね、移動してもらって占いの依頼をしてもらうっていう、まあ、基本はそんな感じになると思うんだよね。まあ、ビジネスアカウントちょっとね、申請が難しそうだったのでやめときます。多分やらないと思います。それは、まあ、ともかく。まあ、今後 TikTok ライブね、TikTok ライブを少し力入れていこうっていうのと、あと2つね、タイムチケットと、もう一つなんだっけ、テレパホっていう、サイトがあってね、テレパホ占い、これも占いサイトだけどね。まあ、この2つもちょっとね、まあ、占いをやっていこうかなと思ってるとこなんだよね。そもそも TikTok でのライブ配信は、タイムチケットで、やるようにと言われてやらされてるような。っていうか、そのタイムチケットっていうところで、その TikTok となんかこう、なんていうか、連携していろいろやるみたいな、ちょっとよく、私もよくわかってないんだけど、TikTok ライブで宣伝をしてタイムチケットのチケットを売ってくださいっていうね、そういう
システムになってたんです。なので、まあそういうつもりでタイムチケットやってたんだけどね。タイムチケットというのはココナラみたいなスキルシェアリングです。で、ココナラは私以前だいぶね、大前やってたんだけど、利用規約違反でね、出品できなくなってしまったので、まあしばらく使ってなかったけどね。で、最近までアカウント自体は存在してたんだけど、使えない、ナビが案内してくれます。使えないのにアカウント残しといてもしょうがないなと思ってね。まあ、本当はブログとかね、いくつかそのコンテンツが残ってたから、まあそれで残してあったんだけどね。まあ削除しちゃいました、アカウントは。だからブログとかも消えちゃったけどね。で、まあアポロという名前のアカウントだったけど、それを消して、まあ、ここならの話は置いといて、まあ、同じようなスキルシェアリングね、スキルマーケットみたいなそういうサービスでタイムチケットっていうのがあって、で、見たらね、どうもタイムチケット相当なんか人気がないというか、評判が悪いというかね、タイムチケット一応アプリがあるんだよね、スマホ用のアプリがあって、ダウンロードページ行くと、レビューとか評価とかあるよね。あれが 2. 点いくつとかで、かなり評価低めなんだよね。あ、ちょっと花が綺麗なんで。はい、ちょっとね、花。これ写真で撮ろうと思ったけど、写真だとうまく伝わんないと思うので、動画にします。何の花？梅かな？多分、桜ではないと思うけどね。こんな感じの花が咲いてます、今。綺麗な花です。やっぱ写真、まあ、近づいたら写真の方がいいか。あとで写真も撮っておきますね。こんな感じの、花が咲いてます。まあ1本だけね、そんなにたくさん咲いてるわけじゃない。まあ、でもあちこちでこの白い花は見かけますね、今ね。桜はまだどうだろう、咲いてないんだろうか、よくわかんない。はい、花をバックに写真撮ってきました。で、タイムチケットとテレパフォの話ね。タイムチケット全然人気がなくて利用者がそんなにいないんだよね。ほとんどいないみたい。まあ、TikTok で、まあ、そこそこ宣伝したつもりだったけど、やっぱりTikTok 経由でタイムチケットの購入者はね、ほぼゼロでした。ちょっと、ね、残念だけどね。それぐらい人気はないというかね。で、アプリストアね、私は Android だから Google Play のアプリストアで見たその評価もやっぱり相当低いんだよね。Apple Store の方はまだ見てないか分かんないけど、相当評価が低くて、星一つとかつけてる人も結構たくさんいてね。いろいろ、特にサポートがいまいちらしいね。登録してる、例えば占い師さんとかね、そういう人たちは別に問題ないんだろうけど、サポートとかアプリの使い方とかいろいろ問題が多かったみたいですよ。なので、ちょっと残念な感じというかね、もうちょっと頑張ってほしいなと思うんだけどね。ここならほどでなくてもそこそこ、まあ、人は来るかなと思ったけど、意外と来ないんだよね。足跡機能みたいなのもあって、誰か私のプロフィールとか、タイムチケットのそのチケットを、ね、出品してる商品とかを見たら、足跡がつくみたいなんだよね。だけど、誰も踏まないんだよ。タイムチケットのスタッフさんが踏んでる足跡ぐらいしか残ってなくて、一般の人がね、踏んだ足跡はほぼゼロ。ダメだこりゃって感じだね。まあでも、まあ、これから伸びるのかわかんないけど、伸びてほしいなって感じはするけどね。まあでも、現状はかなりひどいけど、
もう少し様子を見てね、これから伸びる可能性も信じて、やっていきたいなと。まあ、しばらくやっていきます。まあ、やろうがやる前が、ね、そんなに私の負担になるわけじゃないので、とりあえず出品だけしておいて依頼が来たら、やっていこうかなと。まあ、そもそもその、私がやりたくてやってるわけじゃなくて、まあ、やりたいんだけど、そのスタッフさんからね、まあ、スカウトというか、スカウトっていうのはちょっと大げさだけど、タイムチケットでやってくれませんかっていうね、そういう、依頼が来たのでね、依頼、まあ、タイムチケットというか TikTok のプロモーション、いや、TikTok のライバーとしてやって、タイムチケットを宣伝してくれませんかみたいな感じかな。まあ、ややこしない、もういいや。で、もう一つのテレパフォ。テレパフォ占いについては、もっとひどい。もっとひどいんです。登録者は、占い師の登録者がね、十数人、まあ、数十人はいるんだろうけど、実際に、出品している、まあ、出品という言い方じゃないけどね、配信している占い師さんは、数人しかいないです。3、4人しかいない。ひどい。テレパフ占いは何かっていうと、ライブ配信をして、その視聴するのにお金を払って視聴するっていうサイトなんだよね。サービス。うん、で、まあ今言ったようにね、その占い師さん自体が少ないし、まあアクティブに活動してる占い師さんね、登録者自体はまあそこそこいるんだけど、占い師さんがもうとにかく少ない。で、当然お客さんもほとんどいない。運営の人はね、月に何十万かかけて宣伝をしてますって言ってんだけど、まあ、利用者としてのお客さんはほとんど来てないんだよね。来ないんだよね。うん。お、ピロリンって言った。ちょっと目的地に着いたみたいですよ。ランドノーティカの画面ね。フクロウのマークがちょっと離れてますが、データはボイド。ボイドでパワーが 2.58 でちょっと弱めだけどね。で、半径が102メートルだから、めちゃめちゃ広い範囲で、方向がよくわかんないんだけれど、これが合ってるならこのまままっすぐ行けば中心に向かうはずだけど、どうだろう。あ、なんか方向違いのような。合ってるか？大丈夫か？と違うかな。こっちかな。こっちっぽいな。ここの土手をちょっと、土手歩きたくないな。私今こんな靴なのよ。うん、なのでちょっとこれ歩きづらいけど、よいしょよいしょよいしょ、土手を歩いていきます。っていうか畑の中入っちゃった。畑の方が歩きやすい。まあ一応ここをね、ちゃんともう、多分麦かなんかだけど、作物植えてあるので、本当入っちゃいけないと思うけど、ちょっと端っこの方歩かせてもらいます。お、順調に、順調に、中心向かっているような気がする。半径100メートルだから相当ね、広い範囲なんだけど、広い範囲で、しかももう限界だこれ。あらら、こんなところか。ということで中心まで行けそうもないですね。このまますぐ行けば中心にたどり着けると思うんだけど、こんな感じで、崖ですね。崖の下なのでどうやって行ったらいいか分かりません。行き方はないこともないけどね。うん。まあ、無理して行くほどのことじゃないでしょう。ということで、だいたい目的地に着いたってことにしておきます。円の中に入ってるからね。はい。まあ、周囲はこんな感じで、で、日運数5で出てきたタロットカード、剣のページをイメージしながら、ランドノーティカで目的地を決めてたどり着いた場所です。
何もないです。本当に何もない。笹の葉っぱが、笹の葉っぱを剣と見立てますか。こじつけがひどすぎるなそれっぽいものは一切ないですね。ページというものもなんかイメージするもないしね。あ、この緑の、麦を剣のページということにしておきましょう、ね、若いし、ね、麦なので剣っぽいし麦の芽が剣のページです。はい、はい、ということでね、この麦畑が剣のページなんじゃないかなということにしておきます。はい、ちょっとこの土手から出て普通の舗装された道まで歩いていきたいと思いますが、まあ、こじつけがひどいけどこれでいいんです。まあ、占いもね、それぐらい柔軟な解釈が必要になりますからね。麦のこの芽を見て、芽というかなんていうの、若い麦のね、畑を見て、これが剣のページですよって解釈できたら大したもんだねそれぐらいの発想の転換っていう、転換じゃない、なんていうの、発想の拡張、広がり、そういう、そういう考え方大事よ。そこからいろんなひらめきとかね、気づきが出てくるからね。そういうか発想の仕方ができると、普段気づかないものに気づけたりするから。そういう、ね、ひらめきのトレーニングだと思ってみてください、ランドマークがね。ちょっと今、変わったものですけど。どうすか、これ映ってます？うまく映ったかどうかわかんないけど、なんか。はい、じゃあ帰るか。どうやって帰ろう。来た道を帰るのつまんないけど、まあ、いや、来た道帰ろう、そのまますぐね、折り返して。そんで、テレパフォの話までしたよね。テレパフォはほとんど人が来ないっていうね。占い師さんもいないし、っていうかね、いるな、数十人いるんだよ。いるんだし、テレパフォ占いのね、サービスが開始したのが、ほぼ1年弱。まあ、10ヶ月ぐらい前かな。10ヶ月ぐらい前らしい。去年の6月ぐらいに始まったらしいんだけどね。テレパフォっていうサイト自体はもっと前からあって、で2年ぐらいかね。だけどテレパフォ占いは新しくね、占いだけを分割して、まあテレパフォ占いって独立っていうのが、テレパフォ占いができて去年の6月にね、で10ヶ月ぐらいやってる割にはいまいち盛り上がってないというか、おそらく相当盛り下がってんじゃないかなあの占い師さんはね、逐次登録されてるようなんだけどね。で、私もその最近になってスカウトされてね、まあスカウトと言っていいんだろうけど、おそらくね、スタッフさんに声をかけられて、うちでやりませんかと言われて登録して始めたわけだけどね、だからこんなに最近になって登録してくる人もいるんだけど、占い師さん自体が定着しないんだよね。そこで、ね、配信という形で占いのサービスを提供するわけだけどね。ちょっとね、概念として捉えづらいんだよね。スキルマーケット、スキルシェアリングみたいな、ココナラとかね、さっき言ったタイムチケットのようなサービスはちょっと違うんだよね。目指してるのは何かっていうのもよくわかんないんだけど、まあ、とにかく最近流行りのライブ配信を利用したサービスっていう概念だよね。だからタイムチケットも TikTok のライブ配信を利用して、まあそういう人気に便乗してね、宣伝をしてチケットを売っていこうっていう、まあそういうコンセプトのサイトだし、テレパフォの場合はライブ配信自体をね、独自に開発して自サイトの中ね、自分のサイトの中で
そのライブ配信を提供してるんだよね。独自のライブ配信のシステムをね。で、占い師さんは、そこでライブ配信をして、まあ、それが、いわゆる出品みたいなもんでね、スキルを出品するような形に近いんだけど、占い師さんは自分で配信を作成して、まあ、配信のスケジュールだよね、スケジュールを設定してね、で、そのスケジュールを見て、利用者、お客さんが予約をするっていうね、予約をしなくてもいいんだけど、そこで配信参加することになるわけ。で、配信参加するときに、もうあらかじめ決められたね、料金を支払うという形になるのね。まあ、ポイント制ではあるけど、まあ、1ポイント1円のね、ポイントを最初に購入するのかな。で、大体500円ぐらいから、最低500円で、ね、配信やってんだけど、まず配信を1回視聴するのに500円かかるっていうちょっと抵抗があるんでね。まあ、それを、占いと考えたら安いと捉えるか、配信と捉えたら高いと考えるかだよね。TikTok とかのライブ配信だと、当然無料で見られるわけだよね。無料で見れるんだけど、まあ、占いをしたい場合にはギフトっていう形でね、占い師さんにチップのような、お金を支払って占ってもらうっていう、まあそういうこともね、よく行われてる。それが TikTok での占い、まあ、配信でね。で、テレパホの場合は、もうあらかじめ、視聴すること自体にお金がかかるんだよね。まあ視聴するっていうのはもうほぼ占いをしてもらうことが前提で入ってくるっていう、そういう考え方でもあるんだよね。だからお金、まあ有料なんだけど、まあそこが一番こう、障壁というか障害になってんじゃないかなって気もするよね。で、全然利用者、お客さんが来ないので、占い師さんもやっぱ疲れちゃうんだよね。いくら待機しててもね、配信を設定して配信をしていたとしても、視聴者がゼロなら、配信のしようがないよ。何をや、配信してもアーカイブが残るわけでもなくね。YouTube とかだと誰もいなくても一応アーカイブは残るから、何らかのコンテンツをね、まあ一人でトークするのに何らかのコンテンツ残しておけば、後からそれを動画として見てもらうことはできるけど、テレパフォーはアーカイブが残らないから、誰も来なければただただ一人でぼーっと待ってるだけ。一人で喋ったところで、何の記録も録画も残んないからね。無駄に時間を過ごすことになるわけ。で、その枠ね、最大で、最小で10分、最大で120分。まあ2時間だよね。2時間の枠設定できるんだけど、2時間の枠作ったら2時間、黙って待ってなきゃいけないんだからね。待ってなくてもいいんだけどね。あらかじめ予約とかなければ削除していいですよって言われてるけど、予約なしにいきなり来る人だっているわけだからね。だから、配信を設定したら、その、設定した時間内は、一応、配信した状態で、待機していた方がいいわけだよね。いなきゃいけないってわけでもないんだけど。まあ結局、誰も来なければ収益化もされず、時間をどんどん無駄にしていく。そんなことなら他の占いサイトとかね、ちゃんとお仕事した方がよっぽど1分1秒でお金入ってくるわけだから、2時間も無駄にね、すごくなんてことは、まあ正直、プロの占い師さんには無理な話だよね。プロの占い師さんは自分で、もう時間がお金だからね。待機した時間の分だけちゃんとお金入ってこないと、もうお仕事にならないわけだよね。だから、テレパフは相当きついんだよね。占い師さんの負担があまり、負担は何もないんだよ。負担ゼロなんだけど、お客さんがいなければ、圧倒的に時間を無駄にするだけでね。何にもならない。何も生み出さないっていうね。だから、まあ、占い師さんにとっては、きつい、まあ、苦痛なので、待機する人はどんどん消えてね、
登録者が数十人いても実際に配信をしている人は数人しかいないっていう現状になってるんだと思います。私もね、入ったばっかりだからちょっとスタッフさんに言われてね、配信してくださいって言われてるからお客さん来ないの、来ない、まあ来ないんだけど、頑張ってね、配信を作成して、何回か、まあ先月だけで、多分40回分、まあ短いのもあればね、2時間ぐらいのもあればで、時間はまちまちだけど、回数は40回分ぐらいね、配信を作成して、実際待機はしてみたんだけどね、ほとんど、というかゼロ。知り合いが一人来たくらいで、あ、で、もう一人ね、まあ、お情けで、おそらくスタッフさんの、ほぼ、押し付けで、桜に近いような人が一人来たくらいで、まあ、合計で二人だよね、実質。うん、一応二人は来てるんだけど、まあ、来たうちには入らないような人たちだよね。うん、40回待機してそれだけです。まあ、ほぼ桜のような人が二人入る。あ、猫ちゃん。猫ちゃんです。うずくまってます。こんにちは。よいしょ。あ、逃げちゃった。やっぱね、猫の扱い私そんな上手じゃないんです。はい、今猫が、黒猫がいて、じっとね、田んぼの中にうずくまっていたので、ちょっと様子見てみました。ちょっと近づいて逃げちゃいました。猫はね、なかなか扱いがうまくいかないというか、上手な人はね、うまく近づけたりするんだけど、私はなかなかね、うまくいかない。まあいいや。まあ、テレパホね、もう一回話戻すと、とにかく占いさんも、まあ、結局登録はしたものの、もう、そこでお仕事しようっていう人はほとんどいなくて、いなくなっちゃってんだよね。もう下手したら、もう近いうちに一人もいなくなっちゃうんじゃないかっていうレベルで、人離れ、誰もいないのよ。占い師さんごくわずかであっても、せめてお客さんが来てくれればね、利用者がいれば、まだ救いはあるんだけど、こんなに少ないのに、利用者がいないっていうのはちょっともうやばすぎるよね。占い師さんがたくさんいて利用者を奪い合ってるっていうのは仕方ないけど、奪い合うだけのお客さんもいないっていうね。占いお客さんたくさん来てればね、その少ない占い師さんのところにたくさん人もね、来るはずだよね。まあ少なくとも1人2人は来るんだろうけど、その1人2人すら来ないんだ。もう終わってんだどうしようもないんだよ。で、まあ、それのところね、さすがに私も黙って利用してるだけじゃ、もう本当脳がないから、一応スタッフさんにね、いろいろ意見を言ってね、このように改善してほしいっていうね、いろんな意見を出してるんだけど、まあ、何言っても、結局、その、目に見える形での改善が一切なくてね、何をやってるのかよくわかんないけど、うん、で、5月か6月ぐらいには、リニューアルしますよって言ってるけど、もうその頃には誰も占い師さんがいなくなっちゃうよって。まあね、それまで我慢してくれる人もいるかもしれないけど、だからそういうのは、本当にできることを今すぐね、少しずつやっていくべきなんだよね。なんかこう、大きな会、リニューアルをね、どかっとね、やんなきゃいけないもんだとか、そういうことではなく、本当に小さな改善を少しずつやっていかないと、どんどんお客さんいなくなっちゃうからね。で、人が寄りつかなくなっちゃうから、人がいなくなってから慌ててやったってどうしようもないよね。あと2ヶ月とか3ヶ月も待ってても本当に人いなくなっちゃうからね。だからできることは本当に今からでもできることあるはずなのに、そういうことをなかなかやろうとしないんだよね。ちょっとその辺のスタッフさんのね、向き合い方なんかもちょっとね、どうかなって思うところが少しあるんだよね。
頑張っているのかもしれないけど、目に見える形でね、成果が出てこないっていうのは、やっぱりなんとかしなきゃいけないとこだし、やっぱり努力はしてほしいよね。例えばすごく分かりやすいところで言うと、今そのテレパホってサイトね、あのグループ鑑定とかね、500ポイント占いとか、あと通常配信とか、まあ、そういった3つのカテゴリーがあって、あとは占いの種類ごとにカテゴリーが分けられてるみたいなね、まあ、そういう大雑把な括りになってるんだけど、そのグループ鑑定って何でしょうかっていうことだよね。普通に話しててグループ鑑定って意味わかんないって人もたくさんいると思うんだよね。占い師さんが たくさんいて、占い師さん、たくさんの占い師さんが一度に占ってくれるのかなとかね、なんだかわかんないでしょ。実際占い師さん一人で、利用者ね、お客さん、相談者が、何人も一度に入れるっていうね、まあ視聴者だよね結局ね。1対1で占うわけではなく、たくさんの視聴者を相手に占うっていうことをグループ鑑定と呼んでるみたいなんだよね。その概念というかコンセプトというかメリットみたいなものも、あの理解できないよね誰にもね。あの一応ね、私が受けた説明では、あの、まあ、たくさん、まあ、本来は一対一でやるからね、あの、なんていうのかな、その、占い師さんと相談者とでね、まあ、スケジュールを合わせてやるわけだけど、まあ、スケジュールが合わなければ、なかなかね、お客さん、まあ、たくさんのお客さんを裁けないというか、数に限りがあるというか、ちょっと言ってることは難しいけど、だけど、まあ、その一度の配信でたくさんの人を一度に受け付ければ、まあ、同時にたくさん、同時ではないけどね、効率的に占いができるんじゃなかろうかと、ね、無駄な時間を少しでも減らしてね、次々と占うこともできるっていう、そういうコンセプトなんじゃないかなと。1対1だと1人のお客さんが終わった後でまた空き時間があってとかね、予約がなければスケジュール調整してとかね。まあ、なんていうか、その、無駄が多いというか、あまり効率的でないという考え方らしいんだよね。一対一だと、その、お客さん一人一人の負担も大きくなると。料金が高くなったりしてね。例えば一回占うのに、5000とか6000とか払わなきゃいけないっていうのは、お客さんにとっては負担だと。だけど、グループ鑑定にすると、お客さん一人一人の料金は低く抑えて、で、たくさんの人を占うことで、まあ、占い師さんの収入自体は、一人を占うのと、たくさん占うのと、まあ、同じ時間単位で言ったら、同じなんじゃないのっていう考え方かな。お客さん一人で5000円と、まあ、同じ時間で10人ぐらいを500円でね、占えば、料金的には同じ5000円でね、同じっていうことなんじゃないですか。みたいなことを、なんかね、説明というかどっかに書いてあったような気がするけどね。まあそういう考え方らしいんだけど、それも実を言うと、占い師さんにとってのメリットというか、占い師さん側にはなんか利点があるように見えるけども、実は相談者にはそんなに利点はないんだよね。つまりちょっと考え方として、あの占い師さん側の利益を優先して考えたシステムというか、そういうコンセプトっぽく見えちゃうんだよね。本当に相談者の立場で考えたら、あの結局5000円でちゃんと占ってもらった方がいいわけだしね。で、手抜きで、まあそれをね、十分割して500円でやってもらっても、別に大したメリットがあるわけじゃなく、お客さんからしたら何がいいのって感じになるよね。だから、占いの質自体は落ちるしね。だから、ライブ配信という形で、他の人が占っているところを見るっていう、そういうエンタメとしてのね、楽しみ方があるから、まあそういう意味でね、
まあ、テレパホの独自性を打ち出していくってことはわかるけど、なんかそういう感じじゃないんだよね。それがスタッフの人もよくわかってないような感じなんだけど、だからそれのところをもうちょっと利用者、占い師さんも分かってないみたいだし、私も分からないし、スタッフの方も本当はなんかちょっとうまく詰め切れてないんじゃないかって気がするしね。一番分かんないのは相談したい人だよね。お客さんの方が なんだかよく分かんない。グループ鑑定ってなんだろう、利用する意味あんのかなっていうねって思っちゃうと思うんだよね。で、実際今残ってる占い師さんもグループ鑑定としての配信をほとんどやってないんだよね。たださっき言った通り、カテゴリーとしてはグループ鑑定しかほぼないんだけどね。どういうことかっていうと、配信は設定するんだけど、人数制限を1人にしてね、結局、個別鑑定、個人鑑定として利用してるっていうね、グループ鑑定っていうコンセプトを完全にもう否定しちゃってんだよね。1対1で占いをしますよっていうね。結局それが一番分かりやすいんだよね。1対1ならその配信に設定した料金を支払えば占ってもらえるんだって思うからね、で最初に予約をしてその時間に行けば占ってもらえるんだっていうね。でも配信っていう考え方自体ももうおかしいんだけど、普通に、占い師の空き時間っていうかスケジュールしたね、予約可能な時間帯を予約してその時間に占ってもらうというだけの、ただただ個人鑑定をビデオ通話でやっているっていうね、それだけのことなんです。まあ、そういう感じの配信をやってる占い師さんが今、かろうじて残ってるっていう感じなんでね。もうグループ鑑定はやってないのよ。で、それは個人鑑定なんだけど、さっき言ったように個人鑑定っていうカテゴリーはなくて、そもそも個人鑑定はね、元からできることはできるけど、配信ではなくあくまで個人鑑定として、占い師さんにね、個別に依頼をするっていうだけのことだったんだよね。配信っていう概念はもともとなかった。だから、トップページとかにも、その個別鑑定ね、個人鑑定みたいなカテゴリーはないんだよね。グループ鑑定しかない。だから、占い師さんも仕方なくね、グループ鑑定のカテゴリーに個人鑑定を設定したりしてるから、利用者はますます混乱するわけ。グループ鑑定ってなってんだけど、個人鑑定やってるんですけど、何やってん、どういうことなのっていうね。もう、はてなマークがいっぱいになっちゃうね。ただでさえ分かんないところにさらにハテナマークが なっちゃうから、もうちょっとね、怖くなって逃げちゃうんだよね、そういうところはね。ダメなんだよね。だからそこで何ができるかって言ったら、個人鑑定のカテゴリー新しく作ればいいだけなんだよね。たったそれだけのこと、ね、個人鑑定のカテゴリーを作る、まあ、要はもうココナラとかね、タイムチケットと同じような占いのね、個人鑑定の出品をするっていうだけのことなんだよね、そこでね。配信っていう言い方しちゃうから分かりづらいだけでね。個人鑑定の出品を、するカテゴリーと、購入というかね、予約をするカテゴリーと、あとはライブ配信としてのグループ鑑定をエンタメとしてね、楽しめる、ね、視聴する楽しみ、ね、占ってもらう楽しみっていうね、そういうエンタメとしてのグループ鑑定に、参加して、まあ、ちょっとお金を払ってね、楽しんでみるっていう、そういうカテゴリーね。そういうカテゴリー分けすればいいだけのことなのに、それをやろうとしないんだよね。私も提案をしたんだけど、やろうと思ったら、もう今日にでもできるようなことだと思うんだけどね。全然難しくないと思う。常にそうやって出品してる人がいるわけだから。ただ分類すればいいだけのこともね。それができないっていうのは、スタッフにそういうことができる人がいないのか、まあいたとしても人数が限られててね、対応がどうしても遅くなってしまうのか。まあ一人でもできると思うけどね、そんなのね、簡単にね。だって、毎日やることほとんどないんだもん。
何もやってないんだもん。なんかやってるんだったら毎日ね、どんどん様変わりしてね、いろんな変化が出てきてもいいと思うけどね、何も変化ないんだ。だから片手までやってんだろうなって感じ、それも良くないよね。やっぱりスタッフとしてやるんだったら真剣にその自分の仕事に打ち込んでほしいと思うんだけど、まあ、打ち込んでてるのかもしれないけど、それが見えてこないっていうところがやっぱね、良くないよね。だから私もちょっと見えてないから悪口っぽくなっちゃうんだけどね。本当やってるかもしれないよ。頑張ってね。だけど見えるようにやってほしいよね。何よりも占い師さんもそう思うだろうし、その利用者のお客さんもそういうところに来て頭真っ白になったりクエスチョンマークになったりしてたらね、なかなか依頼できないだろうし、なんかこう面白そうだなと思ってね、すぐ入っていけるような、まあ、映画館みたいなもんだよね。映画がたくさんあってお金を払ってそこに入ってみるっていうね、それはグループ鑑定のようなものだと思えばいいと思うんだけどね。だそういう、アミューズメント、施設みたいな、映画館のようなね、そういうような雰囲気を作っていけばいいと思うんだけど、なかなかそれができないっていうね。映画館っていうコンセプトで考えたらね、予告編をどんどん流すとかね、予告編というかね、そのプロモーションビデオ的なものをね、見せていけばいいんだけど、サイトに行ってもそういうプロモーション的なものは一切なくて、配信してますよっていう、その配信者のね、作った配信のリストぐらいしかないんだよね。それじゃあちょっとね、なかなか、難しいよね。見てみようって気にならないよね。お金を払ってまでだよね。映画とかでもわざわざお金払ってまで見ようってものはやっぱり前評判とかあったりとかね、予告編を見て興味を持ったりとか、ね、まあ、予告編は見ても見なくてもいいと思うけど、見ちゃうとね、逆にこうネタバレすぎてつまんなくなっちゃうことあるから、予告編見ないでいくっていうのも意外と映画のね、楽しみ方ではいいと思うんだけどね。だけどその前情報としてある程度ね、なんか入れ、ある程度なんかあった方がいいよね。ここに行けばこれだけの、まあ、ことが楽しめるっていう保証みたいなものね。例えば、まあ、宮崎駿さんのね、最近のアニメ映画とかでも、内容はもう完全にシークレットで公開された映画があったよね。で、公開された後で、まあ、だんだんじわじわと話題になったりしたみたいな。まあ、そういうのは何がいいかっていうと、宮崎駿さんっていう人のネームバリューじゃないや、なんだっけ。まあそんな、その人の知名度だよね。名前が売れてるからこそ、この人が作った映画だから見たいんだっていう人がいるから見れるわけだよね。だけど、テレパホの配信の場合、もちろんその占い師さんのことを知ってればね、有名な占い師さんとかなら、ぜひこの人のとこ行ってね、見てみたいと思うだろうけど、まあ、ほとんどの人ね、私を含めだけど、知名度のない人がいきなりやってて、この人、見たいかっていうと、怖いなって感じだね。お金払ってまで、ぼったくりでもないけどね、価格的にね、500円程度だから。でもその500円でもお金を払ってみるからには、それだけの価値があるのかな、どうなのかなってね。それを、まあ、分かってもらうには、そのね、プロモーションビデオでね、予告編みたいなものを、ね、随時公開して、いつでも見れるような状態にしておく。YouTube とかでもね。あるいは、もちろん、まあ、プロフィールとかでもね、宣伝にはなるんだけど、その分かりやすくしとくとかね。まあ、そういうアピール、まあ、そういう、なんかそこに来ただけで楽しくなるようなね、予告編の映画見てるだけでも楽しいでしょ？映画館とか行ってもなんか、入り口とかでそういうね、予告編やってたりして、ね、次の映画楽しみだとかね、そういう気持ちになってくるわけだよね。で映画館、まあ、映画館入ってからもやっぱり予告編とかやるってのはそういうことだよね。次回作はこんなね、のがあるのかとかね。今すぐ見れるわけじゃないけど、次の映画のことが気になってね、また見に来るわけだよね。なんかそういうことを積極的にやればいいと思うんだよね。まあ、ちょっと話長くなるこれぐらいしとくけど。テレパホ終わりそうです。
ありそうなサイトに、まあ、スカウトされて入ってきて、まあ、なんとかやろうと思ってんだけど、まあ、ほぼゼロの状態だな、お客さんはね。まあ、でもそんなところで今やろうとしてるっていうところです。あとは、まあ、そんなところです、最近は。はい。タイムチケット、テレパフォワード、まあ、TikTok ね。そういうところでいろいろやっていこうかなと思ってるところです。あ、で、さっきココナラのことを少し触れたけどね、あえて触れたのは、ココナラね、アカウント削除したっていうね。ココナラ削除 しました。はい。まあ、伏線です。何が起こるかは言いません。もう。ココナラいいや。タイムチケットでやるので、で、タイムチケットは来ないけどね、今のところね。まあ、とりあえず、ココナラっぽいタイムチケットで、しばらくやります。テレパフォーでもしばらくやるかわかんない。テレパフォーやろうと思ってるうちになんか終わっちゃいそうです。で、終わらずにね、このまま、いい方向に向かえばいいんだけど、うん。だからいくらこう、要望を出したりね、いろいろアイデア出したりしても、スタッフさんが動いてくれないからどうにもならないのよね。動こうが動く前が、それこそお客さんが来れば何ら問題ないんだけど、来ないからね。まあ、そのために時間を割くわけにはいかないから、私も。まあ、他の占い師さんが思ってるのは全部一緒だと思うけどね。だから今人がいないんだけど。はい、ということで、ちょっと長くなってしまったので、後でちょっと編集するの大変ですが、適当につなぎ合わせて、後で、まあ、公開しておきます。YouTube かどっかに。はい、じゃあ今日はここまで。